企画ポリ袋、高野商事出店レジ袋、高野商事出店ポリ袋とは、ポリエチレンやポリプロピレンなどの合成樹脂を原材料とする袋の総称。ポリ袋とは、字義通りに解釈すれば、ポリマーでできた袋である。しかし、現在のポリ袋は、ほとんどがポリエチレン製であり、稀にポリプロピレン製がある程度なので、大次輪では、ポリエチレン製の薄膜の袋、大次線では、ポリエチレン、または、ポリプロピレン製の袋と定義されている。ポリ袋は、ポリエチレンフィルムなどを素材とする袋である。現在、日本で一般に、ビニール袋と呼ばれているもののほとんどは、ポリエチレン製のポリ袋であり、通常スーパーマーケットなどで使用される、包装用の袋に、塩ビ製のものはなく、塩化ビニル樹脂製のビニール袋を身の回りで見かけることは、ほとんどない。ほとんどのポリ袋が、ポリエチレン製であるが、特殊な用途のために、ポリエチレン以外の素材が使われることもある。真空包装には、通気性が低いナイロンが使われる。ただしナイロンはヒートシールが難しいため、リニアポリエチレンと貼り合わせた二重フィルムにしてから袋にされることが多い。血液バッグには血液を凝固させず、柔軟で摩耗しにくいことから、ポリ塩化ビニルが使用される。耐久性と費用対効果の高さから、高度経済成長期には急速に普及した。スーパーマーケットで用いられるポリエチレン製のいわゆるレジ袋は日本では昭和50年代に関西のスーパーマーケットで導入され全国へと普及した。ポリ袋の普及は食品衛生の点にも大きく貢献しており、例えばパンがスーパーマーケットに並ぶことを可能にしたのもポリ袋の普及があったからであると言われる。原料が 100% 輸入に頼っていることと、円高や円安による影響で、いくつかのスーパーマーケットや日本におけるマクドナルドでは、ポリ袋による提供を廃止、または有料化する動きが出ている。ポリ袋不要であることを伝えれば、ポイントをつけたり数円引いてくれるサービスを提供するところが多い。ポリ袋については次のような点が問題となっている。なお、かつては、印刷部分にカドミウム、クロム等の重金属を含む顔料を使ったインクが使われることがあったが、現在では有機顔料を用いたインクなどが使われるようになっている。ありがとうございます。